おはようございます。いや、真っ暗で何が何だかよくわからないですね。ジョニーさん来たよ、青物。やったよ。若かしかな。40センチぐらいですね。稲田になるかならないかぐらい。41センチ。早速締めます。この中、アイゴって感じがしますね、これね。
アイゴだよ。アイゴな。まだいいんだよな。メジナね、一匹釣れたんですけど、コッパですからね。仲間のジョニーさんもあそこで釣ってるんですけどね、よく引くのはアイゴばっかりです。やっぱなんかなった、淡路島メジナ。まあ、よかっただけのメジナがね、いてよかったです。サイズですけどね、やると。メジナっぽいな。あら、メジナなんだけどな、サイズだな。メジナがいるのはいいことなんですけどね、ちょっとサイズが小さいです。よし、またね、大きくなってからお願いします。すげえな、飛んでいこう。今日野鳥がね、野鳥がすごく活性高いんですよね。なんかいいことあんのかな。メジナっぽいですね。まあね、肩が小さいのがメジナっぽいですよね。このサイズですよ、メジナ。ね、はいはい、もう怒ってる、怒ってるかな。はい、怒るな、怒るなら。だから。仕方あったでしょ。そっから、そっから。よしよしよし、いいよ。やった。なんだこれは。メジナか？これメジナじゃないの？ちょっとこう、ちょっとこう、優しく。あれ、優しくしたらアイゴっぽくなってきたな、これ。アイゴだな。あれ、アイゴか。
いんだよ。期待させるよこの人。そうだから持って帰ります。コメントでね、あのアイゴ締めずにあのエラを、エラじゃないな、ヒレか落としたら、なんか締めてあげた方がいいんじゃないのって言われて、そりゃそうだよねと思って。ですね、ここにこう切っていくと思うんですけど、ここにもう一本あるんですよ。これわかります？これね、あのコメントで言われたんですよね。ここね、ほらもう一本出てきてるから、普段これ隠れて見えないんですよ。こうなってるんで、これ見えないじゃないですか。ここからスタートしてるように見えますけど、ここにあるの、ここにもう一本、これも毒です、ね、なのでこれもね、こう切りましょう。まあ、あの頭を落とすんでね、頭を落とせばこの部分も一緒に取れることは取れるんですけどね。やった、やりましたね。本命来ましたね。僕も本命今やってますから。これでヒレを取ったら、ね、この間の動画でも言ったんですけどね、あのハサミでやると楽でした。まだ生きてたの、閉まってないの。頭を落とすのもハサミでね、やっちゃいましょう。こうやってここもそうですね、こうですね。ほんで中骨太いのがあるので、この部分もしっかり入れればこうやって出てきます、ね、こんな感じになります。で腹割って、でここの血合いのところですね、血合いの浮き袋のところも切って、この血合いのところに行きます、ね、血合いのところで、水洗いしてクーラーボックスに入れると、こんな感じです。はい、今後半戦のコマセ作ってます。あっという間でした。餌取りが多いとコマセもあっという間になくなっちゃうんですね。オキアミは 3キロブロックを3枚、集魚剤があの V9 の特用っていうのを1袋と、なんだろう、ダイワのアミノ X 4倍コマセってやつですね。水に入れると4倍に膨らむってやつです。それとこの V9 の特用、この深瀬釣りとこの餌は大事ですからね、まあ、丁寧に作りましょう。よいしょ。んで付け餌がこんな感じですね。これがあの市販の加工餌ですね。これ市販の加工餌、んで ここにあるのが、コマセのオキアミに V9 の粉を少しまぶしたやつですね。ここはいつもあのこんな感じでやってます。まあ朝5時から5時半から釣りしてね、長いですね。いつも初島とか行くとフェリーの時間があるので続けたくても続けられないんですけど、城ヶ島のあの場合はコマセが続く限り何時間でもできますからね。それがいいのか悪いのか分かりませんけども、まだあのコマセを遠投することが多いんでですね、ちょっと秘釈を買います。ほら、これカップがね小さいんですよ。カップが小さいので、あ、まあコマセ節約というよりも遠投するときはこっちの方が僕はやりやすいですね。団子でシュッと飛んでいきます。
ほら、こうカップの大きさがこれだけ違います。こっちの小さい方、これでちょっとやってみたいと思いますね。これで今小さいカップで投げてみますね。ほら、操作も一緒ですね。ほら、団子で飛ぶんですよ。わかります？団子で飛んでるんですよ。これの方が、まあ、当然その団子が小さいので風の影響も受けづらくて、ほらね、団子で飛びます。なので僕はいつも飛脚は2本持ってますね。飛脚線のなんかアイゴとかじゃないような気がするんだけどな。すげえ、あった、ちょっと、これメジナだね。メジナですよ。ほら、小さいけどメジナです。さっきのやつじゃないのこれ、ね。ねえ、珍しいでしょ。ゆっくりゆっくりゆっくりですよ。ジョージさん、久々に優しくやってください。珍しいですか、はい、僕には今アイゴに見えましたけど大丈夫ですか。僕にはそれは今アイゴに見えてますけど大丈夫ですか。ええ、アイゴっすね。アイゴの色してましたね。いや、いいんですよいいんですよ。それでもね、そうでしょ。途中からアイゴに見えたんだよな。取った取った。あれならいいでしょ。よし、乗ったよ。アイゴっぽいけどね。アイゴだな。出た、アイゴの色しております。ダメかな、まだメジナは出てこないか。いいんだよ、もう大丈夫か、分かってるからね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、来た、釣れた、よっしゃ。ジョージさん、泳がせの餌来ましたよ。背中からかければいいのかな。背中からかければいいですよね、こうやってね。ね、こうですよね。OK。じゃあちょっとこれで泳がしてみたいと思います。じゃあジョージさん、泳がせます。泳がせいきます。お、ジョージさん、それは30センチぐらいあるんじゃないですか。あ、ありそうですね。おー、よっしゃ、キープですよ。よっしゃ、2匹目の。じゃあ来ます。ちょっとジョージさん、ちょっとこっち見てください。ちょっとこっち見てみてください。 OK です。30ぐらいある、30ある、ある、やったよ。まあ大丈夫大丈夫、ある、次がある、次が。ちょっと遊んでばっかりいないで、ちゃんとね、魚釣りをしましょう。なんだけどな、メジナかな、この段階で分かんないな、まだ。アイゴだな、アイゴですね、アイゴ、アイゴ。元気なアイゴです。んだよな。ちょっとリスキーではありますが、骨のね、こう際を。
ここで魚かかると焦ることは焦りますけどね。ちょっと今いずれにしてもいろいろやってみないとあれなんで。よっしゃ、案内状かかっちゃったんなとこで。大丈夫か、いけるか、ちゃんと来てよ、ちゃんと来てね。おーしょしょ、まだ来た。アイゴか、アイゴだよね、アイゴだな。アイゴ、あんたはね、もうあんたは勘弁だよ、本当に。来てね。あ、抜けた、抜けました。もう毎回抜けてほしいよ。泳がせの様子見に行こう。泳がせ、あれ、寝かかした。抜けた、抜けちゃったよ。なんか引っかかってたか。これって何、寝がかりで切れたの、それともなんか食ったのかな。ちょっとわかんないですね。まあ、ちょっと一旦これ置いときます。なんか食ってるよね。なんか食ってるよこれ。なんだこれ。何がいるの。なんだこれ。ハタンポ。城ヶ島にもいたハタンポが。ハタンポ。ハタンポがいました。ねえ。あ、いた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 。これは何。これは。お、ハタンポっぽいよこれ。これ絶対ハタンポだよ。マジだよこれ。ハタンポ。あ、違う、フグフグ。フグでした。なんこれ。もうすげえ、なんかあれ、フグ釣り上げた時になんかついてきた、ほら。なんかこれ、こいつ泳がせたらなんか食うんじゃないの。ほら、なんか泳がせっぽいのがついてきましたよ。これ多分泳がせてやったらなんか食いそう。ちょっと泳がせ。ほんとこの集中力のなさね。おお、なんか泳がせやったらメバルが食いました。でっかい、ほら、これでっかいメバル、ほら。おお、しょにさん、泳がせ面白いです。泳がせ。泳がせ最高です。なんかね、あれなんていうやつだっけね、なんかちっこい、このほら、この小魚です。こいつから、こいつが食わえてるやつ、ほら。これさっきフグ釣り上げた時に、はい、こいつがなんかね、くっついてきたんですよ。いいですね、このサイズいいですね。すげえ、ほら、メバル。でっかメバル、ほら。でっかいですね、これね。腹パンパン。まあ、30はさすがに。30はさすがにないけど、これでっかいですよ、これ。これ、ジョイさん、ちょっと放り込んでみれば、これ。はい。こいつ、ほら。あー、ちょっと、あ、綿切れちゃった。ごめんなさい、ちょっとこれなんかうまく針にチュッチュッってつけて、はい、放り込めば、メバルが食うかもしれない。メジナ釣りしに来てるのに、メジナ1匹も入ってないです。まあ、今、スカリに1匹は入ってるんですけどね。イナダとアイゴ。ただ、餌が残ってれば入る。当たってるもんね、今ね。おー、いた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 。よー、重く来たんじゃない。何それ、メバル。何っぽい。あ、タンポ食わないですよ、あれ。何これ、何来たの。アジじゃないのこれ。何これ。あ、アジ。お、すげえ、アジ来ました。アジ来た、うん、やったよ。ちょこのアジ泳がせ。食物連鎖ね。いった、ハタンポでしょ、これハタンポでしょ。やっぱダメだね、メジナ狙いは。もうこれハタンポに邪魔されてダメだ。またハタンポです。ほら、取ったよ、今は間違いなく。念仏台っぽいな、あの感じ。泳がせまで念仏台に邪魔されたくないですね。あ、念仏台っぽいのが乗ってますよ、これ。何してくれてんのこれ。念仏台ダメでしょ、これ泳がせまで食ったらダメ。なんで泳がせまで食っちゃったのこれ。すげえな、念仏台って。ほらね、丸飲みしてます。はい、これが今日のお釣果です。稲田とこのメバルと
これメジナですね。これメジナ30センチです。だとアイゴ1匹とあの泳がせで釣れたカマス、このメバルとこのカマスはですね、泳がせで釣れました。初めて泳がせて釣れたんでちょっとハマりそうです、ね。今回もご視聴ありがとうございました。